ロチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。始まりましたシロチャンネル第67回札幌雪まつりに出演してきます。イエーイ。に行ってきますので、プロジェクトアニメロディーのみんなに意気込みを聞いてみましょう。はい、プロジェクトアニメロディー最年少元気っ子のキキです。よろしくお願いします。札幌雪まつり初めて出演すると思うんですけど、はい、意気込みを教えてください。はい、毎年ニュースで見させてもらってて、たくさんの方が見てて、なので全世界の皆様に私の元気を一生懸命全力で伝えていきたいと思います。頑張ります。では次はしーちゃんです。はい、ゆめみる妄想少女中学3年生15歳のしーです。よろしくお願いします。しゅーちゃん、意気込みはどうですか？はい、今回の札幌雪まつりに私の大好きなアーティストさんが出ていたので、私も誰K-POP なんですけど、防弾少年団っていうアーティストさんが大好きで、すごくパフォーマンスが高くて、私もそんな風になりたいと思っているので、同じ空気を吸えることがすごく楽しみです。頑張ってきます。続いてはみくちゃんです。はい、高校2年生のポンポンみくぽんことみくです。よろしくお願いします。みくちゃん、意気込みはどうですか？はい、私も、初の札幌雪まつりに出演させていただくことになったので、もう素敵なライブステージと美味しいものもたくさん食べて、特に唐揚げとかザンギとかラーメンとか寿司とかもたくさん食べて、そしてもうたくさんはしゃいで帰ってきたいと思います。ポンパワーで頑張ってきます。ポーン。では続いてはエマちゃんです。バーイ。はい、プロジェクトアニメロディーの、中学3年生15歳のエマだことエマです。よろしくお願いします。エマちゃん、そのサングラスはどうしたの？はい、これでね、今すごい恥ずかしいんで、空港なんでね、すごく恥ずかしいんで、恥ずかしさを紛らわしております。あ、そうなのね、はい、この意気込みはどうですか？札幌雪まつり、そうですね、初めての北海道で、初めての雪まつりさんで、初めての J ランドさんという、会場に出させていただくことで、すごく緊張しておりますが、たくさんの方にプロジェクトアニメロディーを知ってほしいので頑張っていきたいと思います。このグラさんでキラキラパワーで頑張っていきます。では次はともちゃんです。はい、キラキラスマイル全開、イエーイ。ありがとうございます。プロジェクトアニメロディーのともです。よろしくお願いします。札幌雪まつり、ともちゃん、意気込みはどうですか？はい、私国内線に日本で飛行機を乗るっていうのがすごい初めてで、ちょっとまずそこの緊張がすごい今一番にあるんですけど、あとはもう一個、雪まつりってすごい有名じゃないですか。そうだね。なのでそんなお祭りに出させていただけるっていうのがすごい光栄でもあるんですけど、プレッシャーでもあるのでめちゃくちゃ緊張してます。でも北海道の皆様に楽しんでもらえるようなステージをみんなで やりますので期待しててください。イエーイ。バイバイ。では次はミルクちゃんです。はい、くるくるパラッポー、高校1年生15歳のプロジェクターにメロディーミルクです。よろしくお願いします。ミルクちゃん、札幌雪まつりの意気込みどうですか？はい、初めての遠征なのですごく緊張してるんですけど、初めましての人にもプロジェクターにメロディーのことをもっともっとよく知ってもらえたらいいなと思うので、素晴らしいライブになったらなって思います。はい、頑張ってこよね。頑張ります。頑張るよ。